さあ今回は4人でゾンビモードやっていきましょう。行きましょう、はい、しかもハードコアモードですもんね。そうですよ、ハードコアモード。ハードコアモードはですね、ラウンド数が12あるんで、はい、普通のゾンビモードはラウンド数が8なんですけども、プラス4多いんで、なるほど、ちょっと長い戦いになりますね。集中していきましょう。わかりました、頑張っていきましょう。さあさあ、とりあえず コツは何ですか。コツはですね、まあ最初はゾンビの数が少ないんで、まあある程度の距離感を保ってハンドガンとかでちょこちょこ攻撃していけば、かなりねポイントも貯めやすいかなと思うんで、でそのポイントを使って武器を獲得できたりすることができるんで、なるべくゾンビにダメージを与えていくことを意識しながらやっていくといいと思います。わかりました、意識意識、はい、意識していきましょう。意識していこう意識していこう行きましょう。なんか窓とかのなんかバリケードみたいなのを破壊して攻撃しに来ようとするんで、はいはい、なんかバリケードみたいなのを破壊されたら、そのバリケードの前で立っとけば自動的にバリケードを直してくれるんで、あ、立ってるだけでいいですね。そうっすね。で、バリケードを直すことによってポイント数も手に入れることができるんで、お得。お得なんすよね。お得。今ならお得。今なら超お得っすよ。あ、入ってきた入ってきた。入ってきました。大丈夫ですか。どんどん倒して。今バリケード立ててます。了解でございます。下任せてください。これ順調っすよ。銃買うタイミングってどのぐらいがいいっすか。はい、もう買った方がいいっすかね。そうっすね。もう序盤でも全然買ってもいいんですけど。はい。下に来てもらえたら、はい、ミステリーボックスっていう箱があるんですよね。あー、ミステリーボックスあるんですか。はい、ミステリーボックスがあるので、ミステリーボックスの中からレイガンっていうね、強力なレイガン出てしまいました僕。うわ、マジで。いきなりちょっと出てしまいましたが、レイガンっていうその強力な武器があるんで、はい、レイガンを引き当てることができたら、もうかなりね楽に進めることができますね。なるほど。敵下めっちゃいるんだけど。下めっちゃいますよこれ多分。下めっちゃいますね。結構やばいですね。落ち着いていきましょう。やばい、これ下はやばい。大丈夫ですか、カバー行きましょうか。あー、ダメ、あかん、これあらららら、やばいっす、やばいっす、めちゃくちゃいる、任せてください。ハセシンが来ました、ハセシンが。ちょっと待ってくださいね、少々お待ちくださいね。おい、よし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 、結構いますね。ちょっと蘇生いきますよ。はい、はい、大丈夫ですよ。ちょっと待ってよ、若干やばい。あぶねー、これ危なかった。ナイスカバー、オッケー。さあさあ、ナイスデブラ、いいね。オッケーです、オッケーです。犬だ犬だ、ワン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 、やばいやばいやばい、若干やばいっすね、若干やばいっすね、やばい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 、ミステリー、ちょっとやばいぞ、ミステリー、ちょっと待ってくださいね。すごいすごいすごい、いいっすいいっすいいっす、やっぱレイガン強い。そう、レイガン強いっすね。蘇生いきますね。はい、やばい、助けてくれ、やばい、ナイスカバーナイスカバー、俺の後ろすごいよ、やばいやばい、ミステリーはちゃめちゃはちゃめちゃ。とりあえずなんとかでもしのぎましたね。そうっすね、次のラウンドが6なんで、ラウンドが増えるごとに多分ね、ゾンビの量も増えてきて強くなってくると思うんで、わかりました、気をつけていきましょう。ちょっと水の中入ると足遅くなっちゃうんで、そこだけ。お、有力情報ありがとうございます。ナイス情報、めっちゃいる、大丈夫ですか。カバー行きますよ、カバー行きますよ、任せてください、後ろは。中やばい。ヒックス、OK です。後ろ大丈夫ですよ、OK、OK。おお、ほんとに、ほんとに。ほとんど大丈夫ですね。そっちはどうか、そっちはどうか。待ってくださいね。そちらカバー行きますよ。硬くなったな。こいつら硬い。OK、OK、大丈夫ですよ。あと、このラウンド、あと4体ですね。あと3体ですね。ハサシさん、レイガンすげえ似合う格好してます。ありがとうございます。あ、これあかん、これあかん。やばい、やられた。ベブだ、やばい、これ。助けて、ベブ。やばいな。オッケー、ちょっと待ってよ。ああ、申し訳ない、ちょっと手間に合わなかった。ああ、 FB さんでも多分復活できるかなと思うんですけども、大丈夫かな。じゃあ復活しておきましょう。ありがとうございます。若干やばいですね。なんて数だ、若干やばいですね。で、ゾンビあと2人なんですけど、はい、ゾンビちょっと1体残しますか、はい、1体残した状態で、1体残した状態だとかなり余裕を持って体勢を整えることができるんで、この状態で、はい、あえてラウンドを進めずミステリーボックスを開けてなんか武器を整えたりとかできるんで、バイブさん、なるほど、ちょっとゾンビ一体僕引きつけとくんで、ちょっと皆さん一回こっち僕の外にいる方に来て、はい、行きます。はい、体力が増える、ああ重要ですね、はい、そう、あー、いいっすねいいっすね、こっちにあるんで、いただきましょう。体力が増えるきびだんご、きびだんごあんの、やば、ジャガーノグっていうのがあるんで、ジャガーノグ懐かしい、あったな、そんなのも懐かしいっすよね、懐かしいっすね、ジャガーノグは。僕は OK です、もう。あ、ほんますか。じゃあ次のラウンド行きましょうか。はい、行っちゃいますか。オッケー、じゃあベブラよろしくお願いします。まあなるべく4人結構そこまで遠くない距離感で戦っていきましょう。はい、OK、
さあゾンビの数は41です。さあ41体ですよ。おいぞおいぞ、おー来てる、早い。オッケーオッケー、ボヨン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 っていきますよ。いっちゃいますよ。痛い、後ろにも、そう結構ね、後ろ、そう結構ね、幅広くリスポンしてくるんで、キックンさんの位置若干やばいっすね。若干やばいっすね、若干やばいっすね。任してください任してください。あ、キックンさんそれ今あれデスマシン持ってるんで、あの一定時間もう無限に打ち続けますられますね。無限に打てるんで、もうバンバン打っちゃってください。めっちゃ打ってくれ。オッケー、あ、デスマシン、デスマシン終わっちゃいましたね。終わりました。まあまあ了解です。いい、あー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 、やばい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 、うわ来てる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 、オッケー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 。あーでもここいいっすわ、すぐ大丈夫ですか。ここなら大丈夫です。オッケーです。とりあえずセンターもクリアっすね。あと9体なんで、はい、だいぶ少なくなってきたんで落ち着いていきましょう。ああああああ、ヨウさんいますね。オッケーオッケー、 あと1体オッケー、あと1体で、あと1体バフで、弱点を攻撃っていう赤いやつあるじゃないですか。そこをタッチしてもらったら、これ一応攻撃力上がるみたいな感じなんで、ゲットしました。カーソルセットしてもらって、で強化強化みたいな感じで強化しました。レベルどんぐらいまで上げたらいいですかね。僕最大が5レベルなんですけども、はい、できれば5まで上げた方がいいかもしれませんね。余裕があればポイントに、はい、FB さんありがとうございます。ゾンビ、じゃあ僕も行っておきます。はい、ありがとうございます。ゾンビの引き付けありがとうございます。あー、これでかいっすね。それでかいっすよね。で、ポイントにもう少し余裕があればブレイクスルーっていうやつもあるんですけど、はいはい、それはあれなんですよ、体力伸びるみたいな、体力増えるみたいな感じなんで、ジャガーノグと組み合わせたらいいかもしれませんね。なるほど、ちょっと上げときました。あ、痛い。キック攻撃されてる。痛い大丈夫ですか大丈夫ですか。で、もうちょっとしたらですね、アボガドロっていうゾンビが出てくるんですけど、おお、なんかうまそうな名前です。アボガドロはなんか電気を使ってくる感じで、ほうほうほう、ちょっと遠距離攻撃みたいなことをしてくるんで、ちょっと強くなってくるって感じですね。もうそろそろしたら、わかりました。やばい、さあ来たぞ。あ、ブルータスがいますね。ブルータス、そっか、ブルータスもいるんだ、忘れた。もう一種類いましたね。なんかブルータスってでっかいゾンビいますね。うわー、やべ、ブルータスめっちゃ勝て。ブルータスでも俺のこのレイガンによってオッケー、ブルータス一体カットしていく。レイガン強い、やばいやばいやばい、ブルータスの存在完全に忘れた。オッケーオッケーオッケー、ブルータス、オッケー、やりました。ナイスです。よしよし、今ダブルポイントっていうアイテムを取ったんで、あー今いい感じですか。今あれポイントすごい手に入りますね。やばい、結果さん任せてください。カバーいきますよ。お任せ。やばいやばいやばい、若干やばい、間に合うかな。あ、ダメ、ありがとうございます。いけるかな。気をつけて。オッケーです。すぐ後ろにいます。あぶねー。オッケーオッケーオッケー、後ろ任せてください。いいですね、素晴らしい。オッケー、ベベル、そっち大丈夫か。大丈夫です、大丈夫です。オッケーオッケー、あと10体ぐらいかな。ちょっとベベルの方のカバー行ってきます。はい、お願いします。はい、大丈夫か、結構釣れてるな、はい、うまいこと一人で13体のゾンビを釣れてました。ベベラ、すげー、遠距離からもうどんどん打っちゃってください。オッケーオッケーオッケー。イエーイ。さあとうとう10ラウンド目。さあ2桁突入っすね。うん。あ、ここからっすよ。アボガドロ来た。来たよ、電気の。アボガドロ来ましたこれ。数がやばい、数やばい。え、数やばいっす。数やばいっす。やばい。待って、センターの数やばいんですけど。ちょっと待って、やばいかもしれない俺が。危ない。やばいやばい。やばい。マジやばい。やばいやばい。ちょ。でもよく耐えてますね。ちょっと思った以上にやばかったですね。けど。よし。すげえ。あ、でも全員でやればオッケーです。確かに。力合わせていけますねこれ。うわ、ナイスカバス、ナイスカバス、ありがとうございます。オッケー、力合わせれば大丈夫。やべ、アボカドが。アボカドのパイセン強いっすよ。やべ。動きすげえし。ああ。あ、終わりましたね。こっからまだアボカドロいるんで気をつけてくださいよ。そういや、もうゾンビがめちゃくちゃ硬 い, いゾンビの量がゾンビ硬いっすね。しかもゾンビの体力も多いんで、アボカドロ今なんかちょっとアイテムがあるんで、このアイテム取ったらゾンビ一発で倒せるようになるんで、よし、今一発で、今でかい、今ゾンビ一発で倒せますよこれ。ナイス、めっちゃナイス、めっちゃでかい、めっちゃでかい。
行きます行きます行きます。いいっすねいいっすね。しかも今同時にダブルポイントもちゃうかだ、なんか弾薬も増えてるんで多分弾にも少し余裕ありますね。そうですね、少しどころじゃねえな。おー撃ちまくれー、やばい、痛い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 。あー結構大丈夫っすか。危ない、オッケーオッケーオッケー、大丈夫っす大丈夫っす。ただ、ま、また巻き上げていきました。オッケーです、残り10体くらいなんで頑張りましょう。はい、ダウン中です。今行きます、今行きます。オッケー、ベブルよろしく。はい、そうそう、オッケー、周りのゾンビ大丈夫。こっちにゾンビ2体いて1体残します。了解っす、ちょっとそうっすね、1体残して。いや、ハセシンさん、あの一撃倒せずマジナイスですよ。いや、あれ良かったっすね。あれなかった、ちょうどタイミングよく出てきてくれたんで、あのアイテム。弾にも、皆さん弾どんな感じですかね、余裕ありますかね。弾なんもない、なんもないっすか、了解っす。あ、でも今ミステリー開けまぐるんで了解っす。じゃあちょっと FB さん、ちょっとゾンビ役変わるんで FB さんももしよかったら体勢を整えてきてください。ぜひぜひ、ありがとうございます。ゾンビこっちや、はーい、オッケーオッケー。ちなみに次のラウンドが最後なんで、次のラウンドが一番の山場と言っても過言ではないっすね。まあ間違いないですよね。はい、で12ラウンド目、次のラウンドを無事クリアできたら次はボスが出てくるんで。ボスなんて言うんだ。そう、ボス戦があるんですよね。もう大丈夫です、もう少々お待ちください。はい、全然大丈夫です、こちらも。じゃあ行きましょう。いや、ちょっと待てよ。待て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 待つか、ラスト。あー、やった、出た、出ました、最後に出ました出ました出ました。おー、ラストのラストで、あと10年は戦える、あと10年戦える、これで長いっすね。相当長いっすね、10年。お待たせしました、OK。 はい、行きましょう。じゃあメプロよろしく。はい、よし、来ましたよ、最終ラウンド。よーし、うわ、強烈、やばいっすね、このラウンド。硬い、めちゃくちゃ硬い。いや、硬いわ、めちゃめちゃ硬いっすよ、これ。終わらない戦いがある。あ、インフェルのパイセンいないか、これ。あ、なんか違うのかな、インフェルのパイセン今回お休みっすね、多分。やったー、マジで。お休みの回とかあるんだ、よかったー。でもアボカドのパイセン来てる、やばいっすよ、若干。いやー、これやばい、やばいっすね、これ若干やばいっすね、やばいやばいやばい。あー、まずい、あー、FB さん大丈夫ですか、カバー行きますよ。マジ、待ってくださいね、ベブラちょっと助けて、やばい、めっちゃ撃ってますけど、やばいやばいやばい、俺が、あー待って、助けれない助けれない助けれない、ちょっと待ってくださいね。いや、うん、そうですね、あの、まだ蘇れるんで無理しないでください。蘇り蘇り、うん、あー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 、大丈夫です大丈夫です、あー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 、やばいやばいやばい、ゾンビの量がやばい、ゾンビの量すごいな、やばい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 、待てよ、ここ通れないから、あと3体、あと4体なんで、あと4体、あと4体、ちょっと1体残していきますか。わかりました、お願いします。ちょっとやってしまいそうだな、ちょっとレイガン広範囲に攻撃しちゃうんで。あれ、ミステリーの光の柱が見えない。 Thank you。 いや、次ボスか、ボスの対処法みたいなのあります。ボスはですね、結構なんていうんですかね、遠くから距離を詰めてくるスピードがめちゃめちゃ速いんで、逃げるときはほんまにボスを背に向けてもいいんで、もう全力で逃げた方がいいっすね。わかりました、逃げる時は。なるほどなるほど、あー、これレーガンだ、おー出た、すげー、イエーイ、ナイスです、来てる来てる来てる、レーガンマジ強いんでやばいっすよ。レーガン弾どうなんすか。弾はボス戦になったら自動的に無限になるんで、このタイミングでレーガン獲得できるもう最高のタイミングっすよ。最高、ウー、結構早めにボス倒せそうっすね。おー、あー勝ち、もう勝ちですね。今ちょっと大丈夫ですか、無理やり言わされた感じ。大丈夫です大丈夫ですよ、勝っちゃいますよ、勝ちだ、え、勝ちですねみたいな。若干の間があったんバレましたね。え、みたいな。OK、 準備大丈夫です、ありがとうございます。はい、はい、じゃあやっちゃいますか、行っちゃいますか、ボス戦、よっしゃー、じゃあ張り切ってまいりましょう、行きましょー、よいしょー。ボスゾンビと他に普通のゾンビもね出現して、かなりなんかわちゃわちゃになったりするんで、普通のゾンビにその囲まれてしまったら身動き取れなくなってしまうんで、結構広く大きくわかりましたって感じで、はい、了解、はい、さあ来ましょう、来ましたね、うぅ、おぉ、こんな感じで何のムービー、この演出なんですよね、ここでムービーが入るんですよ、はいはいはい、うぅ、犬ゾンビがボスっすね、あ、おいおいおい、うわ、何これ、うわもうゾンビじゃねえこれ、完璧に。さあ頑張りましょう、で最初ベブラのランチャーがあるんだけど、はい、ランチャーいける、はいはいはい、あ、オッケーです、
そう、ちょっとランチャーが出るんですけど、ランチャーがかなり大事なので、ランチャーをできれば正面にベブラ行っていこうか。レーガン強ー、レーガン強いですね。よしよし、行きましょう行きましょう。何この強さ。さあさあさあ、レーガンほんと強いんでね、どんどん打っていきましょう。ノーマルゾンビも若干オッケー、ナイスベブラ、でかいよ。今ボスの形態が変わったんで、なるほど、こっから動きがさらにスピードをテンポよくなってくるんで気をつけてください。なるほど、潜ってきますよ、潜ってきますよ。もう潜りだ、やばい。蘇生いきます、ありがとうございます。オッケーです、ありがとうございます。ベブラやばいな、ベブラ大丈夫か、ちょっと待てよ、ベブラ逃げろ逃げろ。はい、めっちゃ逃げます。大丈夫大丈夫、とりあえず大丈夫。おお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 お、あ、ゾンビ来ますか。うわすげえ、おおおお、若干やばいな、若干やばいな。で、なんか一定時間したらボスゾンビがなんか卵みたいなのを産みつけるんですけど、はいはいはい、その卵みたいなのも余裕があったら破壊した方がいいですね。わかりました、なるほど、よろしくお願いします。もしもし、あーあーあー、来ましたね来ましたね、卵卵いってー、ナイス破壊す。あー、ちょっと待ってくださいね、はい、やばい、俺めっちゃ破壊されてる。おー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 、大丈夫ですか。トーク使いました、もう OK です。よし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 、レーガンがいい、レーガン強い、レーガンいいっすよ。一発がね、かなり強力なんで。うわ、まだ降ってきてる、逃げろ。おお、この回転攻撃なんですよね、この回転攻撃の範囲結構広いんで。おー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 、おりゃー、あと半分です、あと半分ですよ、あと半分、あと半分、あと半分。 OK、 これ潜るとき注意ですね、潜るとき注意ですね、潜るとき注意、一番危ないですね。やばい、逃げる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 、ゾンビの卵、あ、怖いね。ああ、卵、卵なんか成長しちゃったらなんか菌みたいなのが生えてくるんですけど、その菌みたいなのがめっちゃ強いですよね。あ、卵破壊、卵破壊した、いいっすね。おー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 、うお、逃げろー、おーおーおー、強烈、うおー、逃げろ逃げろ、おお、この攻撃もやばいっすね。なんかやばいやばい、ドクロみたいなのが、ドクロみたいな、やばい、あ、痛い、やばい、大丈夫っすか。うわ、やばい、全員やばいっすね、全員やばいっすね。めっちゃ速いゾンビ、めっちゃ速いよ。あと4分の1、いててててて、マジか、あとちょっとあとちょっと、あー、くそ、普通ゾンビも強い、そらそら普通のゾンビも強いっすね、ちゃっかり、やばい、痛いわ、ゾンビの卵、オッケー、卵破壊です、大丈夫です。一回逃げる、あとちょっとあとちょっと、本当にラストスパート行きましょう。よし、やっちゃいましょう。行きましょう行きましょう。気をつけてください。この攻撃一番怖いよ。うわー、やべー。潜って上がって。潜って上がって。いった。ラストスパート行きましょう行きましょう。ラストオッケー。ナイスです、勝利、いいっすね。一発でクリア。やばい。いいっすね。ハードコアレイドクリアっすよ。素晴らしい、ダメージ数91万、やばダメージ数やばいっすけど、だってもうレーガンが最初から確かにすごいダメージ数だ、すげー、いやいや、でもさすがにラッシュゲーミングのお二人ですよ。いや、おかげでハードモードクリアできました。お、こんなんあるっすね。何これ。そうですよ、なんかガムみたいなのが、おおおお、あー、なんかいろいろもあった、そう、なんかあるんですよね。へー、あー、かけらがもらえるんだ。なるほど、そうなんですよね。で、このかけらを集めたらそのね、アイテム、まあ武器とかを手に入れることができるということで。なるほど、はい、いやー、ありがとうございました。見事勝利でーすさあ、というわけでここで終了となります。はい、ハゼジンさん、レブラさん、一緒に遊んでみていかがでしたか。はい、最後のハードコアレイドがマジで楽しめましたね。実際に僕4人でパーティーを組んでゾンビモードをプレイしたのが今回が初やったんで、本当に新鮮で楽しめました。ありがとうございました。あー、すごいすごい、よかった。レブラさん、いかがでしたか。はい、いや、ちょっとめっちゃ緊張しちゃいましたけど、めっちゃ楽しかったんで、本当に今日はありがとうございました。いやいやいや、最後にですね、今回出演していただいたですね、ラッシュゲーミングさんについて知りたいという方はぜひですね、試合のですね、配信や交流イベントの開催、アパレルグッズの販売など、さまざまな活動を行っているゲーミングチームさんですので、ぜひ概要欄に貼ってあるリンクからラッシュゲーミングさんの動向をフォローしてみてください。はい、よろしくお願いします。もう普通にね、あのコールウィディやってる方はね、本当に動画見るだけでものすごい勉強になるね。いや、勉強になるね全世界のみんな、バーイ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 。